軍艦島元島民ユネスコに激怒ユネスコが軍艦島に関連し旧朝鮮半島出身労働者問題に関する展示が不十分だとして決議を行おうとしている問題で元木外務大臣が13日の記者会見にて我が国はこれまでの委員会の決議、勧告を真摯に受け止め約束した措置を含めて誠実に履行してきている。 我が国のこうした立場を踏まえ、適切に対応していきたいと表明しました。また、ユネスコの決議に関連して、軍艦島の元島民の皆様は、産経新聞の取材に対して、朝鮮人だからといって差別はしたことはない、もううんざりだ。韓国側が朝鮮人に過酷な労働を強いたとして挙げている資料は、まやかしの資料ばかりだ。韓国は、 宣伝上手かもしれないが事実もこの主張には毅然と反論してほしいまた別の元島民は到底受け入れられないなぜユネスコは韓国の立場だけを忖度するのか日本政府は何をしているのか疑問だと主張されておられますが、まあ、このようなユネスコなどの国連の機関が特定の国のプロパガンダに悪用される問題が 残念ながら続いてしまっておりますので、このような個別の事案に対する対応だけではなく、同じような問題がこれ以上続かないように、抜本的な対策を講じる必要があるでしょう。日本政府にはこれ以上、韓国政府によって、日本国民が誹謗中傷されないように、 今後も徹底的に対抗していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。